マット・ハニーは、アメリカ合衆国ワシントン州シアトル出身のバンド。グランジの先駆者的存在であり、グランジ、オルタナティブロックのシーン、特にニルバーナのカート・コバーンに多大な影響を与えた。1988年にシアトルにて結成され、当時のシアトル周辺のインディーズバンドが多く、所属していたサブポップと契約したが、 バンドは1992年にサブポップを離脱し、ディプリーズレコードに移籍した。しかし1999年からサブポップに復帰している。バンド名の由来は、ラスメイヤー監督の映画、マッド・ハニーから。ベルビュー郊外のキリスト教系の高校で、マーク・アームとマークの数人の友人で、彼らの数学教師の名にちなんだ、ミスター・エップ・アンド・ザ・カリキュレーションズが結成されたが、 当時はメンバーの誰も楽器を弾けず彼ら最初のショーとしてクラスで歌ったマービン芸のガット・ Got、to Give It u は巻いた地図をギターに見立てたおちゃらけたものであった。それから3年後の1981年ようやくバンドは真剣なショーを行った。そしてこの時期マーク・アームと彼の友人であったスティーブ・ターナーはこの冗談メーター ミスターエップザカリキュレーションズより真剣に音楽活動に取り組み始め、新たなバンド、リンプ・リチャーズを結成する。ミスターエップザカリキュレーションズは、地元のラジオで世界最悪のバンドとして出演し、シアトルで1984年2月3日、マルファンクシャンと共に最後のショーを行った。詳細は、グリーンリバーを参照1984年、 マークとスティーブは、ドラマーとして一時期スティーブと共に、スプルイ・ヌーマというバンドに在籍していた、アレックス・ヴィンセントを雇い、新たなバンド、グリーン・リバーを結成する。そして後にファールジャムを結成する、ジェフ・アメンとストーン・ゴッサードが加入する。1985年にデビュー EP であり、後に最初のシンのグランジのアルバムとして扱われる、カム・オン・ダウンを発表した。スティーブは、 後に、観客の前で演奏することへの下稽古としての意味も、含め、新たなバンドを始めた。スティーブとマークは、バンドル・オブ・ヒスのドラマーであったダン・ピータースと共に、曲作りを始め、またメルヴィンズのベーシストであったマット・ルーキンを、加入させることを決めた。ラスメイヤーの映画、マッド・ハニーにちなみ、このバンドを彼らは、マッド・ハニーと名付けた。百八十八年、彼らは、 デビュー EP となるスーパーファーズとデビューシングルタッチミーアイムシックをサブポップから録音発売する。ありがとうございます。